あんたね、なんでそんなに元気なのよ。カリン様がおっしゃるには、荒ぶるドラゴンが目撃されたとのことですが。ドラゴンの調査と危険なようだったらその排除ってかなり無茶な依頼じゃない？そもそもドラゴンなんてそうそういるもんじゃないでしょ。でもでも、ギルド管理協会からの依頼ですからね。確かな情報だと思いますよ。ドラゴンか、一体どんな味なんですかね。ちょ、ペコリーヌ、あんたもしかしてドラゴン食べたさにこの依頼受けてきたわけ？そんなわけないじゃないですか。ドラゴンといえば魔物の中でも最上位の危険度と聞きます。いざ戦いとなると私たちだけで大丈夫なのでしょうか？そうよそうよ、無茶が過ぎるわよ。大丈夫ですよ、ちょっと調査してできればお肉をもらうだけですから。ダメだわ、こうなったペコリーヌには何言っても無駄よ。まあ戦いになると決まったわけじゃないし、何かあったら私が守ってあげるわよ。キャル様、そもそもカリンの依頼って時点で何か引っかかるのよね。この依頼もしかして裏があるんじゃない？キャルちゃん、そんな寂しいこと言わないでください。信じることが美食の第一歩ですよ。信じて進めばきっと美味しいドラゴン肉が待ってます。確かに信じる者は救われるという格言もございますが、私は二人のことを信じてますよ。ね、ね。ペコリーヌ様、わかりました。私もペコリーヌ様を信じます。結局こうなっちゃうのね。わかってたわよ。どうかドラゴンと戦闘になりませんように。なんとかたどり着けました。なんとも雰囲気のあるところでございますね。待って待って、ちょっと待って、何よここ、めちゃくちゃヤバそうじゃない？もしかしてこれってでっかいドラゴンの骨なんじゃ。本当にドラゴンいそうですね。ワクワクしてきました。どうやらここが住処で間違いないようですね。ですがどうしてドラゴンが荒ぶっているのでしょう。確かにそうね、ドラゴン相手に天敵なんてのもいないでしょうし。考えていても始まりませんよ。とにかく調査あるのみです。それでは突撃！ってちょっと待ちなさいよ、いくらなんでも考えなさすぎでしょう。そうでございます、ペコリーヌ様、もう少しご自分を大切にしてくださいまし。キャルちゃんは食べたくないんですか？ドラゴンのお肉ですよ。この世のものとは思えない極上と言われるドラゴン肉、今まで食べたどんなお肉よりも美味しいはずです。ごくり、今まで食べたどんな肉よりも。これまでペコリーヌ様と数多く食べ歩きをしてきましたが、そのどれよりも美味しいのでしょうか。はい、きっと。そうね、ま、仕事で来たわけだし調べるだけ調べてみようじゃない。仕事だし。そうでございますね、ここまで来て手ぶらで帰るというのはもったいないです。よし、それじゃあドラゴンのお肉を目指して突撃です。ビジネね、いじらせてやる。敵よ。ほら、
現出します。ミラミラ畳みかけましょう。お守りさん、舞い上がれオーロラブルーミング。ご飯、あんたの出番はないわよ。アビスバースト見てなさい。アビスバースト。しましたよ、主様。Thank you.
もう一人の私、ミラーミラー全力を出します。コスモブループラッシュ。もう大丈夫。このあなたの力を冷たいです。私だって。お姉さんの本領よ、神聖なる守護セブンスヘブン。もう一人の私、ミラミラ全力を出します。コスモブループラッシュ。いくわよ。くらえ。そこです。冷たいですよ。もう大丈夫よ。だよ。ダル立ち行け。ニューイヤーバースト。ふぃクリーンにしてやるの。冷たいですよ。お姉さんの本領よ、神聖なる守護セブンスヘブン。もう一人の私、ミラミラ。うちだけやめて。全力を出します。コスモブループラッシュ。私なんてそんな好きだよ。こうで、今度は負けます。この借りは頑張りましょう。ここで
クールに燃え上がる。任せて。私の本気を見せてあげる。リターネントスプラット。大丈夫だからね、一緒に頑張りましょう。任せてくれたまえ。クリミナルグリム、勝利への一撃。いいかね。トークの邪魔だよ。痛いネタを迎えると。すべてうまくいくわけなんてないものね。私のステップが…仲間となら私はさらに。
まさか本当にドラゴンと戦うことになるなんて。尻尾にトゲが刺さってましたから、これが痛くて暴れてたんですね。で、トゲと一緒に尻尾まで切っちゃってるじゃないの。大丈夫なのでしょうか。まあ大丈夫じゃない。ドラゴンなんてトカゲみたいなもんだし、生命力強いから尻尾は切れてもまた生えてくるわよ。これでカリンさんの依頼も達成です。にしてもずいぶんと機嫌がいいわね。てっきりドラゴンに逃げられたから落ち込んでるかと。って何してるのよ。え、何って、まずは調理の下ごしらえですよ。いやー楽しみですね、ドラゴンのお肉。トゲと一緒に切れてしまったドラゴンの尻尾でございますね。食べてしまっても良いものなのでしょうか。いいわけないでしょ。ちょっとあんた何やってるのよ。食べ物を粗末にするのはダメですよ、ケルちゃん。ふんふんふん、ドラゴンのお肉、ドラゴンのお肉、あつあつほかほかドラゴン料理。さあケルちゃん、コッコルちゃんも、先っぽだけと言ってもかなりの大きさですし、一緒に美味しくいただいちゃいましょう。そんなもの食べないわよ。先っぽなんか美味しくないだろうし。っていうかまだうにょうにょ動いてるじゃないのよ。新鮮な証拠ですよ。ですがとてもかぐわしい香りがいたします。どんどん料理しちゃいますよ。体を動かした後の食事はまた格別ですからね。2人もお腹空いちゃいましたよね。ごっくり。ペコリーヌ様、お手伝いさせていただきます。コロスケ、あんたまさか。気をしっかり持ちなさい。キャルちゃんは食べないんですか。せっかくみんなで協力してゲットしたお肉なのに。それはいい感じに料理できてますよ。肉の繊維のキメが細かくて張りがあって、それでいて柔らかい。これは間違いなく美味しいですね。わかったわよ。食べればいいんでしょ、食べれば。私が盛り付けてあげるから、コロスケお皿持ってきて。はい、今すぐお持ちいたしますね。何これ、何なのよこれ。悔しい。でも手が止まらない。大変おいしゅうございます、ペコリーヌ様。苦労した甲斐がありました。これもキャルちゃんとコッコルちゃんのおかげですよ。どんどん食べてくださいね。って言ってもほとんどあんたが食べちゃってるけどね。今回も美食殿食べ歩きツアー、目的完遂です。次はどんな食材が待っているか楽しみですね。ペコリーヌ様、とても楽しそうでございますね。で、何が食べ歩きツアーよ。やっぱり食べる気満々だったんじゃない。あんたカリンの依頼で来たって言ってたわよね。依頼があったのは本当ですよ。困ってる人も助けられて、報酬ももらえて、美味しいものも食べられる。これぞ美食殿の活動ですよ。さすがでございます、ペコリーヌ様。まあしょうがないから次も付き合ってあげるわよ。ただしあんまり危ないのはなしにしなさいよね。はい、カリンさんにもそう伝えておきます。やっぱりあんたとカリンはグルだったんじゃないの。こら